お参りありがとうございます。今日お参りということで、ご参加いただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日、大法恩寺殿特別コラボといたしまして、京都の大法恩寺、菊入ご住職と私浄土真宗の僧侶であります朝倉と申しますが、宗派を超えて初めてのコラボをさせていただきました。ありがとうございます。いや緊張しましたね。ちょっとね、緊張したんですけど、今日は不思議と毎朝、今皆さん聞いていただいた実況っていうお経を、お布団でさせていただいてるんですけどね、なんか自分のお寺で、唱えているような感じで、なんか安心して、唱えることができます。ありがとうございます。はい、実はこの大法恩寺殿ということで一つ触れておきたいんですけれども、実は今回海景上景の御仏のということで、実は皆さんお気づきでしょうかね。実は上景海景さんは装飾を持ってらっしゃいますけれども、その彫刻を作る方、仏師の方というのは必ずしもお坊さんではありません。装飾を持っていない仏師の方もいらっしゃって、そういう方も仏像を作ってね、この仏教の、発展に非常に寄与していただいている歴史がございます。で、今ですね、今日のこちらの映像をねクリエイトしていただいた方もお坊さんではありませんで、実は映像のクリエイターの方に今日もご協力をいただいております。現代の仏師集団と僕は勝手に呼んでおりますが、この仏教の世界をね皆さんに体験していただく、感じていただくためにね、昔から実はお坊さんだけではなくていろんな方々のご協力のもとに仏教というのは発展してきた歴史を持っています。僕たちはそのね昔から伝わっている伝統のものにとらわれないで、昔もこうだったんだから今もこうやってもいいんじゃないかなっていうふうにね考え方を柔らかくしてやっていたのがこのテクノ法要というふうな試みです。だからね、気持ちはね、1000年前、2000年前の方と変わってないんです。この仏教、仏の、ね、お釈迦さんから伝わるこの教えを、いかに皆さんと共有して、いかにこの生きている私たちのね、身近なところに置いていくかということが目的ということで、そこで、この大法恩寺の菊入ご住職にもご賛同いただきまして、今回の開催という運びになりました。菊入住職のことは何か、改めまして、今日はお足元の終わりの中、こうやって大勢の方にお足を運んでいただきまして、ありがとうございます。大法恩寺上景、会計ということで、いろんな方々にご縁をいただいて、本当にご協力いただいて、今回こうやって開催することができまして、まずは皆様にお礼を申し上げたいと思います。それからいろいろ掲示したりいろんなご説明がございますが、ご本尊釈迦如来坐像というのは、今回初めて、お寺を出まして、昔でいう江戸ですね、東京でお邪魔していただいて、いろいろと お寺を守る方々たくさんおられます。で、当座は、2020年ちょうど東京オリンピックの年に、開創800年といいまして、義久さんという、奥州平泉の出身の、武家の出なんですが、その後を得道してお坊さんになった方が、都京都まで来ましてお寺を開かれて、ちょうどお寺がある土地に足を踏み入れて、その800年目を迎えた。くしくもその年にオリンピックが開催され、こういった東博の開催というご縁をいただきまして、大変意味深い、思いが、ございます。それと同時に今日、住職と共にして本当に菊の法要、実は私もここにおられる方は
年寄りが一般の方々若いというふうにお見受けしたんですが、いや若い方もいらっしゃいます。あのテクノっていうのはあまり最近使われないというのですね、私はあのテクノカットなんてありまして、私今、の年齢ですね大変あの、ねでそのご住職とお話しして、まあ、このお話の後からお聞きしましたら、私も個人的にそういったのが、その時はいいでした。まあ、お話しして、もう20年以上も経ってますので、その音楽のことがないんですけども、昔に戻りながら、何かやっぱり自分のこの、好きな音楽と同時に、今、おっしゃっていただいた、あの浄土真宗の宗派さんと、父さんは真言宗という宗派でございまして、あの、まあ、同じ仏教お釈迦様の教えを現代にというふうな考えではあるんですけれども、なかなか宗派を超えてこういったことをするというのは、まあ、なかなかないことで、なかなかね難しかったですね。ですのでね、こういったご縁で、まあ、仏教というのは本当にあの一つなんだと、お釈迦様の教えというものをいろんな形で、まあ、いわゆるお経というものが中心ではございますが、いろんな形で皆さんに知っていただいて、触れていただいたり、ね、そうですね、楽しんでいただいたり、何か感じていただいて、お寺にあの来ていただいてお帰りたい、そういった考えでは本当にあの、ありがたい機会を設けていただいたなというふうに思います。ありがとうございます。で、あのいろんな宗派というお話になりましたけども、あの宗派というのはね、あの例えば頂点が一つ、山の頂上一個ですよね。なのに登り口はたくさんあるんです。その違いだけで目指すところはみんな一緒なんですよね。で、皆さんも自分の登りたい登り口が多分ね合うものがあると思うんですよ。で、そういうことにね出会うためにいろんなお寺にね足を運んでいただいて、いろんなご住職のお話を聞いていただいたり、ちょっと触れていただけると、ね、あ、このやり方がね、私がしっくりくるんだということが、ね、見つけていただければ、まあ、もっとありがたいことになるのかなと僕は思ってるんですね。ね、もう本当にあの、まあ、私は本当にまだ子供なんですが、あの仏教というものに興味を持っていただくというふうに、いろんな方がこう言って、いろんな形でお寺というのは門をこう開いて、ね、迎え入れるということなんですが、本当にね、仏教というのは日本の文化といいますか、日本のこの生活に密着したものでございます。あの日本というのは過信教、いろんな宗教というのは自由にございますが、特にやっぱり長い間仏教というものが、やはりあの時代とともにこう日本の文化、例えばですね、あの皆さんおかげさまでという言葉をよく使われてますね。最近どうですか、お元気は、体は、どうですかなんて言うと、おかげさまで、っていうふうにね、僕何も知らないんだけど、何とか言いながらね、必ずね、自然に多分皆さん出てくると思うんですね。まあ、お若い方、おかげさまって使うのかどうか分かりませんが、で、おかげさまっていうのは、どういう意味かご存知の方おられますか。挙手を。ありませんでしょうか。静かでいらっしゃいますか。まあ、あまりこういったことも考えることもないと思うんですが、おかげさまっていうのは、いわゆる自分の影のことなんですね。で、まあ、ここは室内ですので、ちょっと影は出にくいんですが、お天気の時に外に出ますと、必ず影は出ます。背中から来ますと、前に影が出ます。この影というのは、必ず自分についたものです。影だけが動いたなんていうことはないと思うんですね。で、この必ず自分の後ろにいるというのは、いわゆる自分の先祖なんですね。お父様、お母様、そのお父様、お母様のもう一つお父様、お母様、ずっと自分のこの身、体があるということは、先祖があって自分はここにいる、この自分がこうやって普通に生活できる、健康で言える、いろんなことが、まあ、嫌なことがあったり、いろいろなことが皆さん、おありだと思うんですが、とにかくこうやって、なんていうんですかね、ご近所さんとかいろんな方と会話をして、お元気ですかなんて言葉をかけて、いや、おかげさまで、これは、先祖が、あって